はい、ヤトラです。そして、はい、エフンです。はい、ありがとうございます。はい、次撮りたいのね、はい、エフンさんにヒートの勉強組んでもらったんで、はい、僕のタイプヒーターとやってもらおうかなと思います。はい、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。アホのタイプがね、はい、スタジアムがね、いやでもヒードランのせいではないと思うな。やめろ。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先で、はい、ここです。とりあえず先行バッシュリーターの敵、あーまあいますね、あんまスタートしたくないですね。あ、了解です。何かなる、お願いします。お願いします。あ、さっきの雰囲気やで。あー、大丈夫、ね、大丈夫。最初はむしろいい。デシラム&リザーディン、まずはミステリングトレジメントで、はい、超演を捨てさせていただき、どうぞ。ギラティナから回収します。はい、で回収して、ハイテーボールで押捨てていき、押捨てていき白の押捨てる、はい、でこれで手セフでリーレを使っていくと。なるほど、しっかりね、何が何でもリーレ、リーレを引いていくと、あんなに白ながってもリーレ、リーレを捨てていくと。あ、こします。はい、流したくないカードがあるんでね。よいしょ、これギラガムで何でいった方がいいのかな、ちょっと悩みモースが。まずは順当にギラティナに貼りますか。直撃なんかのカラミティエッジ、そうですか。はい、中央で、あー、まあ、こっちの悠長なこと知らんけど、イカちゃん出して、はい、手張りもしたのか、うん、となると終わりで、はい、決まります、はい、よいしょ、はい、ネストよいしょ、使います。ボール、ボルケニオン可能性をね、入れ替えを引ける可能性を、そうね、なるほど、はい、はい、まあ、そうですね。で、一回カット出します、はい、よいしょ。はい、で、ボケギア、はい、3.0 1,2,3,4,5,6,7 枚見てサポート取ってきます。これで溶接庫引くんで引けない。じゃあこっちで金実は火器持ってきて、なるほど、加えますわ。で加えて5枚なら追加が1,2,3にできるようになるから、じゃあ手張りします。で、300何日、はい、やっまあ終わりますが、それはこのエネルギーを、4枚、了解です。それは強いつけますわ。はい、すごい、1枚入れとくといいよ、カキは。はい、はい、じゃあ1枚、はい、ダブルブレイズでガブギラ蹴んないと。どうぞ、イエス。あー、強いですね、それは確かに。次手張りすれば、なるほど、手札が4枚、4枚、ギラティナ、蘇生させます。はい、でディストーションドアでここに20ドアリング20、ディストーションドア、どうなると手張り、やっぱこっちだったな、さっきの。まあまあ、まあいいや、まあいい顔を絡まねに進化させて、まあいいや、まあいいや、はい、で、サイコリチャージ使います。はい、ドン。PTC 事業のやりすぎでは。で手張りしておきます。はい、手張りしておいて、ここはまあこっちから入っていいんじゃなかろうか。ここはまあグズマ。はい、ちょっとお見合いしようや。ありがとうございます。はい、でこれで手張りしたんで、はい、一旦これで終了です。はい、一枚いきます。よいしょ、アセロラでボルケニを回収します。はい、10ダメージありがたく活用させていただく。ありがとうございます。はい、レシビザ前出します。はい、よいしょ。で、ベンチにボルケニア出して買っておこう、ハイパーボール使います。よいしょ。で、ポケモン1枚持ってきます。はい、デデンミン GX で回収で、はい、了解します。よいしょ、デデンミン、デデンミン、ボルケニアに、はい、買ってデデンミン GX ベンチにして、はい、ドレチェンジで6枚いきます。前には貼らないで、そろそろヒードランちゃんが欲しいぞ。よいしょ、あ、OK ですね。じゃあヒードランベンチ出して、はいはいはい、一人じゃ倒せない。そうですね。じゃあフレアストライクで230ダメージで倒してます。ギラティナ倒してもあんま言えないんだよな。まあ、はい、そうですね。だからここで前出すとダブルブレイズで飛ばされちゃうんで。そうですね。カキが強い。ガブギラ。ガブギラ。はい、つまり引きます。なるほど。ディストーションドア。はい。130、170だから2個。まあ他にここと2個です。はい。そしてサイコリチャージ。はい。つまり。いかての復活と手張り、手張り、グズマ、ヒードラン、ヒードラン、了解です。もう一回はい、お札、はい、終わり。なるほど、はい、落としておくのはつうかな、倒していくのかと思ったらそういうわけじゃないな。1枚引きます。270で5円でしょ。じゃあポケギアでグズマ引きに行きましょう。はい、7枚1,2,3,4,5,6,7、はい、よいしょ、はい、1,2,3,4,5,6,7どうせすこれ、はい、はい、確保します。はい、本当にそのギラティナ君触りたくない。一回も当たれてね、早く打たないと。溶接コースから入れます。はい、2円をヒードラに貼ります。よいしょ、で3枚引きます。よいしょ、はい、1,2,3,4,5,6,7
とここ使ったところで、あでも使ってみた方がこれは良さげやな。穴抜けの紐を使いましょう。抜け紐、はい、1枚前に出してください。強っ、ここしかね。よし、強え。そうだ、それは強え。釣り座、はい、前に出します。じゃあこのままフレアストライクで230キロ。いやー、やるげよ。無理だよ。ちょっと待って待って待って。ガブギラ前で、はい、1枚引きます。はい、なるほど、そうですか。となると、よいしょ、サイコリチャージ、はい、1枚ついにギラギラから。まずはつける、役技を打ってる、グズマヒードランジックス。必要ですね。必要なるガイアの牢獄。そうだな。手札が何枚だって、1,2,3,4,5,6,7,8 枚です。8枚か、リセットスタンプ。はい、なるほどね、使いどころがうまいですね。僕が3枚で、ね、はい、そうですね、引くわけですわ。まあ、エリートトレーナーと一緒ですよ。まあまあまあ、はい、よいしょ、3ですわ、はい、よいしょ。やっとかないとまずいな。時は盛り上げます。はい、か何か捨てて、手札0になっちゃったよ。トビネ回収。はい、で、カットお願いします。はい、手張りしておきます。はい、手張りしてるんで、はい、シャシャ130ダメージ。130、あ、12、40、150ですね。150ですね。40は、まあ、一緒だ。終わり。はい、じゃあいきます。はい。満タンの薬で、ここを回復させます。はい、どうぞ。で、エネを詰めて、フラッシュ。よいしょ。はい、させます。よいしょ。で、時計の森の効果使いますね。イラストトラッシュして、よいしょ。このエネルギーを打ちます。はいはい。で、加えます。よいしょ。加えます。めちゃくちゃだな、カニの。このままできたら、僕がそうなんですよ。ボルケーニに貼って、入れ替えで、あ、入れ替え、了解です。ヒードランプをボルケーニは入れ替えます。はい、で、ハンドゼロ。ゼロ。いや、でも、俺グズマ引かないとダメだから、嫌がらせ使います。いいっすか、やった。5万円もらえたぞ。俺次グズマ引かないとダメだ。いや、動画映えとか気にしなくていいんすよ。いや、気にしなくていい。戦略の上で、泳がしてやってんで。まあ、最後取り切れば勝ちという考えはあるはありますよ。はい、5枚ですね。よいしょ。普通にコネスバッター110ダメージ、はい、1枚レギュン50ダメージ、110ダメージ。じゃあお札の効果が初めて発動する、はい、使ってください。あー、あー、あの一般4個を好きな色に乗せる。そうですね。ここに1個で、ここに3個、はい、ですね。 OK です、はい、じゃあ再度1枚加えます、はい、あと2枚か、やべえ。さあ、お前しかいねえ。1枚いきます。はい、なるほどね。まあいいか。イントネーション、まあいい顔出して、カップコケコ、あーカップコケコ入ってます、ね、カップコケコ出して、白ニング、白ニング、ライトニングでカットお願いします。はい、よいしょ、はい、逆転できるのが、ね、はい、6枚、はい、6枚ですよ。6枚です。リセットスタンプもういかないやつ、所詮信じてるから。時矢の森使います。はい、超栄養回収、はい、はい、してカッティングをお願いして、はい、で、破れた扉、はい、で、こことここに1個ずつ、こことここに1回、はい、これ絶対チージエンド使うじゃん、あいつ。で、サイコリチャージ1回使っておきます。はい、どうも。で、バイディ、はい、いや、そのためのチージエンド。ここは貼っておく意味はあるかな。貼っておきましょう。お札貼っておきます。はい、お札貼っといて、はい、ジジエンドシックストラッシュ。1枚。ジジエンド普通に嫌だわ。終わり。270ね。1枚いきます。よいしょ。はい。トラッシュ確認します。はい。HP270 でしょ。はい。時はの森効果使います。この上で1枚トラッシュして、よいしょ。ちょっと山を見つつ、このエネルギーを1枚回収します。よいしょ。はい。で、タンパットお願いします。はい、ありがとうございます。で、じゃあレシラマンドリザードの GX をベンチに出して、はい、こっちからかな、溶接工を使って、はい、このエネルギー2枚をまずレシリザーにつけます。はい、よいしょ。で、3枚いきますね。はい、よいしょ。1、2、3、はい、お、いいか、できた。じゃあ巨大なかまどでスタジアムを張り替えます。巨大なかまど、はい、で、効果使います。手札1枚トラッシュして、炎エネルギー限定なんですけど、山から2枚まで出てこれますと。で、このエネルギーを2枚かな、はい、はい、加えます。なるほど。で、ちょっと待ってね、はい、混ぜちゃいます。よいしょ。手札に加えてから、ハイパーボールで2枚とかし、はい、
して、ビクティニプリズムスターを。なるほど。何ピンになります。カシアス。ですね。で、はい、ありがとうございます。で、ベンチに出します。で、ここの高熱波50は結構打っておくといいことが、あ、そう、110は打っておくといいことがあると思うので、溶接工だから手張りはまだしてないんで、ビクティニに手張りをして、はい、この状態でじゃあ高熱バッターを使って110ダメージ。いやー、きつい。1枚引きます。はい。手札が2枚。2枚です。手札が2枚。グズマがあるのかどうか。巨大なかまど使います。はい。手札切って、エネはないけど、炎はないけど、確認は切れる。炭素っちしかないか。まだ知ります。はい。ポケモン入れ替え。はい。使います。よいしょ。変えて、コケコ前に。コケコ。はい。コケコ前に出して、手札が2枚。2枚。白だ。白だ。白だ。ちょっと自分の展開許せはない。やってみましょう。はい。はい。じゃあ6枚、6枚どうぞ。6枚ですね。さあさあさあ、とりあえず、あー、マジか。終わった終わったなぁ。じゃあ、ジスミなんだよ、マッチ。格闘道場に入り替えます。はい。ギラティナがね、指導できないんですわ。トリコレ、こいつじゃないね、サイコリチャーしない、はい、どっちしかないか。ポイントつけて、はい、運ゲーしに行くわこれで催眠術だ。催眠術でした。はい、眠りでポイントです。はい。終わり。あんちゃんいったん。じゃあいきます。格闘道場になっちゃったね。リリー使います。はい、2枚なんで4枚。はい、一旦手札を8、2、3、4枚、4枚し。で、手札加えて、よいしょ。逃げらんないんだっけ、前が。逃げらんないですね。とりあえず眠ってるんで逃げられませんと。じゃあ終わりで。よし。一旦なんか終わった。コントスイング。もう出てる。はい、あー、なるほど。さあ、この一環どうですか。コネストボール、はい、デフも入れるんだよな今でと使ったハイテルボール、はい、ネスティングで、イカちゃん、はい、とりあえずで、デッキのカットお願いします。はい。で、イカちゃんかな、はい、ダブギラベンチ出して、はい、サイコリチャージ1回使います。よし、よしです。直撃弾しか出ない。そっちか。ね、切って逃げます。はい。出します。はい。で、進化、サイコリチャージ。これをギラティナにつけてみて。はい。直撃しますか。じゃあ、直撃弾で。40はね、ここかな。ここに40。はい。で、終わりです。よいしょ。1、2、3。はい。40のみ。はい。始めます。はい。よいしょ。じゃあ、グズマで。はい。ガブリアさんのギラティナで。なるほど。で、うちがヒードランを出します。はい。で、ベンチから出た時に特性発動で、このエネルギーを好きなだけ、自分に付け替えられますと、全部もらいますでしょ。ヒートボンビーボンビーって言うとなんかさ、なんか違くない GX を使います、はい、ヒートボンバー GX で、このクマについているこのエネルギーの数かける50ダメージ250ダメージで、バーありがとうございました。ありがとうございました。絶対で一番取れなかったやーばー、知らないですね。いや、強いですね、このタイプは健在ですね。はい。いや、ちょっとひどいっすよ。言い訳を。そうね、ギラティナが動けなかったってね。だけど、まあ、ヒードランも溶接工と体を合わせて入れ替えてやると強いと。はい。で、ありがとうございました。ありがとうございます。